社会のゴミですあのねうちの近所にラーメン屋さんがあるんですよでさこれあるあるだと思うんだけど近所の店って近所にあればあるほど行かないじゃんそんである日視点を変えてあ私別にこの店入ってもいいんだよなと思って行ってみたのほんと初めて行くラーメン屋って入りにくいけどそんで1回入っちゃえばもう慣れるから2回目も行ったんですよ そしたら、頼んでないのに、卵ついてきたの。それから数え切れないぐらい行ったんだけど、毎回必ず味玉つけてくれるのね。だから、もう2回目にして、常連扱いだったの。そんである日、たまたま私以外の客がいなくなった時があったの。だから、その時に、いつも卵つけてくれてありがとうございますって言ったの、私。ほら、他の客がいる時に言ったら、なんで俺には、 つけてくんねんねだよって角が立つからそしたらお店の人も「こちらこそいつもありがとうございます」って言ってくれて、まあ、それからも週3ぐらいで通ってたわけですそんである日さ夜行ったら店長とバイトの高校生か大学生の男の子2人いたのねまた他の客が全員帰って私だけになるシチュエーションがあったのそしたらさその途端に「あ店長 今週のスピリッツ読みましたあそういえば駅前のガスト今月で潰れるらしいんですよえそうなのガストとか会話しだすのよしかもさ私がこうテーブル席にいて厨房の方で話してるならまだ分かるじゃんもうゼロ距離なんだよでまたさ別の近所のインドカレー屋にもハマって行ってたことがあるんだよ本当にネパル人の方がやってるカレー屋 同じように他の客が全員帰って私だけ食べてる。そしたらさ、めっちゃインド語で話し出すんだよ。しかもさ、声めっちゃでかいの。遠慮とかないの。ラーメン屋もそうなんだけど、これがさ、私が初見の初めて来る客だったら、絶対こんなことしないと思うんだよ。もしくは、私が男でゴリッゴリのマッチョだったら、絶対そんなことされないと思うの。 だから舐められてんのよ。もうさ、言葉わかんないと思うって絶対私の悪口言ってんじゃん。もうこの動画で一番言いたいのはそれ。もう腹立ったし、心から幻滅したので、それから二度と行かなくなりました。だから店長はさ、私がなんで来なくなったかわかんないわけ。ああ、そういえば最近あの女の子来ないなーで終わりなんだよ。それがめっちゃ腹立つ。もう行かなくなった理由を言ってやりたい。いやいや、 言えば良かったのかもしれないけどさ、言えないじゃん。ちょっとあなたたちの死後うるさいから、もう来んのやめますって言って帰るなんてできないじゃん。もうね、その店の店主さんにこの動画を見てほしいわ。え、私がその会話に入れば良かったのそのスピリッツとかガストの会話に入れば良かったのかなって、家帰ってから若干気に病んじゃって、 なんか、会話に入って欲しそうなオーラ、若干出てる気もした。でも入ったら、それはそれで、なんだこいつって思われそうじゃん。いきなり、あ、牛島くん私も見てますよって入るのま、あ、それもそれでありだと思うけどね。でもさ、入って欲しかったんなら、お客さん、闇金牛島くん知ってますって、声かけてきてほしいわ。駆け引きすんなよ。こないだ、おもころのギャラクシーさんがさ、いつも買ってるタコス屋さんで、アボガドタコライス弁当を買って、 お店の人が、あお客さんいつも来てくれるから、チーズと玉ねぎサービスしときますねって。で、会社帰って蓋開けて食べようとしたら、アボカドが入ってなかったっていうツイートを前にしてたんだけど、これ、あまりにもわかりすぎるんだよ。で、初見の店なら逆にクレームっていうか、入ってませんでしたって言えるのに、逆に常連だから言えない。これ、あまりにもわかるんだよ。これさ、 まだチーズか玉ねぎのどっちかが入ってなかったらいいじゃん元からないものだからさでもアボカドタコライス弁当を買ったのにアボカドが入ってないっちゅうのはこれはクレーム言いたくなるよねまあ今回は常連ならではの苦労みたいな話をしたんですけどあのねお店をやってる人に言いたい常連がいる時ほど静かにしてほしい自分で言うのもなんだけど いつもより気を使って静かにしてほしいでさしゃべりたがりの常連さんならいいんだよめっちゃ話せばいいと思うそんなわけで私は行けるお店が2軒も減ってねお昼ご飯の楽しみの幅が狭まって非常に悲しいです